第10回構図その2動線。いい作品には仕掛けがあります。大家さん、いきなりの話ですね。絵が動いたりするものは見たことがありませんけど。仕掛けといっても歯車などが絵にくっついているわけではありませんよ。どういうことかというと、いい作品、いい絵には人を感動させる何かがあるということですよ。クマさん、感動を覚えた作品はありますか？そうですね、感動した作品ですか。昔京都の博物館で見た風神雷神図には感動したことを覚えています。見た瞬間、風神と雷神に挟まれて何かわからないけれど、中央で立ち止まってしばらく見ていた記憶があります。へえ、風神雷神図屏風を見たことがあるのですね。それで何かを感じてしばらく見ていたということですね。クマさんはその作品の仕掛けに見事にはまったわけですね。ではその理由を少し説明してみましょう。屏風は基本的に右から見て、だんだん左に流れて見ることになります。作文を書くときと同じです。この屏風の作品も同じで、右に見えるのは風神です。中央は空間があって、左に雷神がいます。これで見終わると何も感じなかった、ただ見せられただけです。でもクマさんは立ち止まってしばらく見ていた。推測ですが、クマさんは風神と雷神の目線に気がついたのではないでしょうか。右の風神の目線は左に向いています。風神がどこを見ているかというと、左側の雷神を見ています。そうすると風神を見たクマさんは左の風神を見る。するとその風神は中央に視線を向けている。その先には何があるのかというと、この作品を見ているクマさんを見ているのです。それに気づいたクマさんは、何かあるなと、もう一度右の風神を見る、風神は雷神を見る、そして雷神は自分を見ると、三角関係が出来上がることになります。この三角関係が絵の仕掛けになります。クマさんもそれが分かったのでは？そうそう、そうなのですよ。本当、このような仕掛けはもっと他にもあります。風神と雷神の違いです。それは肌の色、角の数、手に持っているもの、そして動きがどうなっているかなどの違いがあることがわかると思います。風神は走っているような姿勢です。反対に雷神は足をぐっと開いて止まっている姿勢をしている。作品の中に動きの動と静、止まるを表現していること。それから全体を見てみると、風神と雷神の間は結構開いているのに、風神と雷神の背後は全てを画面の中に入れずにわざと切れて描かれていることで、作品の画面から広がりを持たせることになっています。こういったこともいい作品の仕掛けになります。なるほど、いい作品には動線などの仕掛けがあるのですね。作品を見るときの話をしましたが、自分が作品を作るときにもこの仕掛け、初めに説明した視線、動線を考えて描いてみましょう。作品に深みが出てきますよ。2006年8月26日発行したものです。この動画が面白いと思われた方はチャンネル登録してくださいね。また高評価のボタンも押していただければ嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。